さ、仕事だ。焦らず戦おう。舞台に上がるより緊張するわね。痛い目見るわよ。勝ててよかったわ。行きますか。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。また先生、奇襲有利思います。私の力見せてあげる。戦いの空気苦手だ。ありがとう。死後にかけるに足りませんね。全てはエーデルガルト様のため。ごめんなさい、隙があったから。はっ、地獄で寝てろ。驚きましたな。私だって鍛えてるのよ。理解が甘い。やっ、勝ててよかったわ。ちゃんと
な。礼を言います。私に挑んだのが間違いだったな。援護する。私一計案じます。うわぁ、これでいいかな。傭兵にとっちゃう。動き敬服です。ヘッグヤッグ、私遅れ取りません。花にはトゲがあるのよ。
自慢にもならん。強くなれる限り強くなるさ。驚きましたな。やっ我が敵ではない。行きますか。撃って誇るほどの敵ではありません。先生、奇襲、有利思います。焦らず戦おう。さすがの活躍ですね。
私の力見せてあげる。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。舞台に上がるより緊張するわね。さあ仕事だ。予想通りの結果ね。何かつかめそうね。これは
めんなさい、隙があったから。強くなるのも大事よね。力見たか。また強くなって、この程度で止まりはしません。
情けない。未だに長い。Thank you.
先生。ありがとな。おや先生、今日もご苦労なことです。ええ、元気ですよ。ちっ、かなりの殺気を発したつもりだったのですが。いえ、貴殿のことを少し気にしているだけです。何しろ我が主は先生をそれなりに気に入っているようなのでね。自分で言うと嫌味にしか聞こえませんな。いいですか、ここでの生活において私が最も重視することは、エーデルガルト様にとって益となるか害となるかです。先生がエーデルガルト様にとって益となればよし、もしも害となるようであれば消します。冗談ではありませんよ。私は生徒である前にエーデルガルト様の従者なのですから。それが嫌でしたら示せばよいのです。どれほど役に立つのかをね。もっとも私の基準は我が主よりかなり厳しいと思いますよ。エーデルガルト様に気に入られているからといって油断せぬことですな。大した自信ですな。ま、そのくらいでなければ我が主のお眼鏡にはかなわぬでしょう。すべてはシュケタル・フレスベルグのため。それが我らベストラ家代々の掟。帝国が起こって以来、表から裏から皇帝を守ってきた一族の力をあなたが思い知る羽目にならぬことを願っていますよ。はあ、任務。これはいいところに。手作りの焼き菓子はいかがかね、エル君。あなたいつの間に菓子職人になったの？ドロテア、職人というほどのものではないよ。当たり前でしょ。でもお菓子なんて作れたのね。いや、初めての挑戦だ。こうして食べられるものになるまで幾度となく失敗したさ。それもこれも君の謎かけを解くため、君が私を嫌う理由を知るためなのだ。へえ、何でか聞いても構いません？いいとも。君は私をミツバチと言った。ミツバチは巣を持ち海外しく働く、つまり安定した財産と家を持ち努力する貴族なのだと私は考えた。ならば何も持たないところから何かを始めれば君も見直すのではないか、そう思ったのだ。何も持たざる君が歌姫となったようにね。何も持たないところから、どういう意味かしら。よくぞ聞いてくれた、ドロテア。この焼き菓子、材料から何から全てを私はこの腕一本で揃えたのだ。
材料って粉や砂糖とか？ああ、粉は畑仕事を手伝う報酬として、砂糖などは商人の荷を運んで得たよ。料理ももしかして一人で？もちろんだとも。厨房の雑用を請け負う代わりに夜に使わせてもらってな。本当に？さすがに信じられ。あら、あなた手怪我してるわ。菓子を焼くときに火傷してしまったのだ。何、この程度すぐ治る？ダメよ、火傷は後になりますから。ほら、医務室に来て。あ、待ちたまえ、まだ焼き菓子が。ああ、ほら、これで大丈夫ですよ。フェル君、貴族様は体も大事にしないと。ん？また貴族様と。いや、今回はいつものようなトゲがないな。分かっちゃった。ちょっとだけ見直しましたし。見直した？そうか、ようやく分かってくれたのだね。何しろ、あのね、ちょっとだけだから。ミツバチの意味も間違ってます。あなたは今もミツバチに見えるわね。それじゃ。一体何だというのだ。